私は5年前にエネオットと離婚しています。元エネオットとは地元の中高ライトクラスは違えど同じ所に通っていた。私と元エネオットの育った地域では結婚後同居がデフォだったので、何も考えずそれが当たり前だという流れで私も同居したのだけれど、それまで会っていたいいおじさんおばさんであった旦那の両親が結婚を機にガラリとマイナーチェンジ。仕事を持っていることが気に食わない、洋食が気に食わない、でも和食作っても味が薄すぎるから食えないとゴミヘポい、弁当を作っても家に帰ってきてからあんなもん食えたもんじゃねえと人前で堂々と捨ててやったわと自慢げに報告される。家にもっと金を落とせ、誕生日記念日ボフの日すべてに金をよこせ、でもお前は嫁だから祝い事はなし、息子は後継ぎだからあり、だって長男くんだもん、風呂はお前が最後と言っておきながら、お湯はない、あっても水、子供産めないのはお前の体が悪いせい、馬爪おつ、わしが体を見てやろうとセクハラ、元止めが買い忘れたものなのに、なぜか私が買い忘れていたことになり、怒鳴られ裸足で外に出され、雪の降る中1時間かかるコンビニまで徒歩で行かさたりもした。途中で近所の人に拾われたけど、結婚したばかりで結婚に夢見ていたこともあったけど、これはなんかさすがに違うと思い元旦那に相談したが、すべて悪気はないんだよ、昔からここらではこれが当たり前なんだよ、そのうち慣れるからでスルーされた。何度の話し合いも元旦那はスルー。元旦那曰く、環境の変化で気が立ってるんだよ、すぐ収まるよと。実家に相談するも、同居が当たり前の地域だったので我慢しなさいでスルー。いずれは私の時代になる、姑と立場が逆になる時が来るからと。実際そういう雰囲気というか風習みたいなものがあったはあった。でもその2年後元乙女に子供できない馬爪オツと離婚を迫られた。元旦那は親とうまくいかないなら仕方がない、別れろと言った。話し合おうとしても無理、これから暮らすのに親と会わないなんて無理と、全く私の話も聞こうともしてくれなかった。とにかく基準がすべて元乙女だった。で、座った私の周りを取り囲んで、いかに私が不出来だったか、無能だったか、いらない嫁だったかを怒鳴りながら、早く反抗をせ、さっさと出て行けとせかす元乙女と元旦那、盲導とでもなれと思い、反抗をした。元乙女が適当に衣服を詰めたカバンを投げつけられ、そのまま玄関の外に投げ出され、時間も、無能、馬爪、父だけ女、若女と道端で言われましたわ。それから私は県外に出た姉のところに行きました。実家は我慢しなさいしか言わなかったので帰りたくなかった。その後仕事を見つけて一人暮らしを始めました。数年後今の旦那と結婚して子供もできて、今は幸せに暮らしています。そして先日久しぶりに同窓会があり、親しい知人が幹事をするというので、旦那に子供を預けて久しぶりに友人たちに会い、お酒を飲んだり話したりしていると、自分を呼ぶ声が、そこに元旦那がなぜかいる。違うクラスの同窓会になぜいるのかと一瞬パニックになったのだが、どうも幹事の一人男性がおせっかいを焼いた様子。しかも元旦那の都合のいい作り話を真に受けて、その時の元旦那の言い草がまた腹が立った。あの時は俺も未熟だったから親に逆らえなかった、お前も辛かったろう、親も反省してる、俺もお前がいなくなって寂しかった、お前も寂しかったろう、また昔みたいにすすきの見えるあの丘をドライブしたいね、お前もみたいだろう、今度俺ん家に来てみない、あのあたり随分変わったんだよ、みたいだろ。
俺、まだ一人なんだよね。あれからずっと。お前も一人なんだろう？聞いていた親しい友人たちが一斉に鼻で笑った。それを見た男性幹事が、あれ？と眉を潜め、元旦那は目を見開いてた。酒に酔った友人たちが全部暴露した。元旦那と元乙女の行動は狭い地域のことだったので知れ渡っていた。というか、堂々と私を道端で罵倒したり、私を雪の中を裸足で歩いているところを見かけたりしていたので、近所ではもっぱらの嫁いびり一族と話題になっていた。挙句、元旦那の近所に住んでる元旦那の友人から、見合いをするも二人逃げられてる。ここは鬼の住む場所と叫びながら逃げた子もいた。と、さらなる暴露をされていた。なんというか正直呆れた。さらに、元旦那に向かって友人が言うには、嫁いびりの姑とエロザルジーと、ママ大好きなマサコン息子と言われている。元旦那一家のところには女という女は、近づけるなっていう戒厳令まで出てる。なんというか、言葉も出なかった。旦那も口を開けたまま言葉が出ないようだった。離婚して5年も経つのに、何も変わっていないみたいだった。男性幹事は、大学を出てから県外に勤めていたので、そのことを知らずに、元旦那の都合のいい話を聞き、悔い改めているやり直したいという言葉に、そんなに言うならば機会があっても、と思ってしまったらしい。ここで、本当に申し訳なかったと申し訳ないくらいに謝ってました。元旦那は、あちらこちらから聞こえてくるひそひそ話に肩を落としながら帰ってた。間際に、今は幸せ？とか言っていたので、旦那も子供もいて、今はとても幸せです。と言っておいたら、できるの？子供、と言いながら、また目を見開いてた。そして男性幹事に追い出された。せっかくの同窓会なのに、こんな雰囲気にして申し訳ないと謝ったが、大変だったものねと同情すらしてもらって、少し泣いてしまった。で、この週末、実家に元旦那から電話があったらしい。実家に住んでいる兄が対応したそうなのだが、どうやら私に子供がいることをそれとなく確認する電話だったそうだ。で、遠回しに別れる予定はないのかと聞いてきたらしい。詳しくは教えてくれなかったけれども、兄が電話の内容と近所の話をまとめてみると、元宇都が倒れ要介護、元乙女が過干渉で、大変だから、介護人とか政府と防波堤が欲しいんじゃね？ということだそうだ。私が恋人として、元旦那と付き合っていた時の元乙女とは全く違う人みたいだそうだ。もちろん、兄は、元義実家からの電話には、断固拒否するの姿勢で対応してくれたそうですが、なんとも成長しない、変わらない、おバカな人だなと改めて思った次第です。とりあえず、念のため、元義実家の電話番号は着拒設定しておきましたが、何も起こらないのが一番ですよね。